はい、どうもこんにちは。ラルトチャンネルのラルトです。ご視聴いただきありがとうございます。さて、今日もフライタイングを楽しんでいきます。はい、そうですね、部屋からの撮影ということはフライタイング、だんだん分かってきましたね。はい、ということで今日巻いていくのはエッグフライになります。エッグフライといえばですね、管理釣り場で絶大な威力を発揮するフライとして有名なんですけども、自然の渓流にはですね、ちょっと使いにくいところはあるんですけども、放流したてのね、個体だとか非常によく効いたりするパターンになりますので、一つ二つ持っていても損はないかなと思います。管理釣り場によってはエッグフライがレギュレーションで禁止になっているようなところもね、あるぐらい釣れるフライですので、ぜひ一本持っておいてはいかがでしょうか。それでは巻いていきます。ではエッグフライのマテリアルを紹介します。フックはアキスコの AFB1130、 サイズは14番を使用しています。スレッドはユニスレッド60ブラック、ボディにはエッグヤーン、今回はイエローとレッドを使用していきます。マテリアルはこれだけです。今回のエッグフライのポイントはカーブドシャンクのフックを使用しているところです。最後出来上がった後にですね、シルエットの丸い形とフックの丸い形が同化して、フックが目立ちにくくなるような、そんな感じにイメージしています。巻き方ですが、スレッドを巻きますが、フックの半分程度まで巻いて、巻いた距離の半分ほどさらにですね、戻していきます。次にボディになるエッグヤーンをですね、カットしていきますが、だいたい3センチから4センチぐらいの長さにカットすると扱いやすいです。エッグフライは基本的に2色使います。ベースになるカラーを2本分、それからポイントになるカラーを1本の半分ですね、今みたいに半分に引き裂いて細くして使います。そして扱いやすいようにちょっと引っ張りながらねじってですね、形を整えるようにしてください。そうしたらベースになるカラーのエッグヤーンをフックの左右から挟みます。そしてポイントになるカラーを上に乗せます。そしてスレッドで巻いていきますが、この時最初は緩く巻いていただいても大丈夫です。最初からきつく巻きますとフックのね、周りをくるんくるんと回ってしまいますので、ゆっくりゆっくり少しずつ締め付けていくような、そんなイメージで巻き留めていくとうまくいくと思います。あまりきつく引っ張りますとね、スレッド切れてしまいますので、そこら辺はほどほどにお願いいたします。そうしましたら次に全てのエッグヤーンを上に持ち上げます。そうしましたらスレッドを前側でも数回ですね、巻いて固定をいたします。そしてウィップフィニッシャーを使ってウィップフィニッシュをしていきます。そして余ったスレッドをカット。そして結び目をヘッドセメントで固定します。はい、それではいよいよクライマックスですね。すべてのエッグヤーンを上に持ち上げて、フックからだいたい5ミリ、6ミリぐらいのところですね、
を一気にシザースでカットします。この時一息にねカットできると形が整ってくると思います。カットしたエッグヤーンをフックの周囲にならしていきます。これで完成となります。こういった感じにですね、ベースになるカラーの中にアクセントになるようなカラーがですね、コントラストをつけて配色されていると収玉効果が高いと言われています。よく使われるカラーとしては今回のようなイエローをベースにしてアクセントでレッド、その逆でも可能です。ベースにレッド、そしてアクセントにイエローとかですね、あとはオレンジ系ですね。とてもこの暖色系が効果が高かったりしますので、イエロー、レッド、オレンジといった暖色をですね基本に構成してみるといいと思います。そうですね、オレンジをベースにして赤のアクセントにしますと、そうです、イクラのねようなイミテーションになりますので、そういったパターンも準備していってはいかがでしょうか。はい、というわけで、今日もですねフライタイミング楽しんでいきました。今日はですね非常に簡単に巻けるエッグフライをね巻いていきましたけども、管理釣り場でね、冒頭にもお話ししましたけども、非常によく釣れるフライになっております。こちらねぜひ何色か揃えていって、エッグフライでローテーションさせるだけでね結構超過上がりますんで、はい、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもラルドチャンネル応援していくよとか、面白かったよという方はぜひ高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。他にもブログやツイッターをやっておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。